マルクス・プロックは、オーストリア、チロル州インスブルック出身の元リュージュ選手。スキージャンプ選手のグレゴア・シュリー・レンツアワーは、老いにあたる。東急リンピックに6度出場、合計3つのメダルを獲得した。リュージュ世界選手権では、金メダル5個を含む14個のメダルを獲得、またリュージュヨーロッパ選手権で3個の金メダルを含む6個のメダルを獲得した。 リュージュワールドカップでは7連覇を含む歴代最多10度の総合優勝1987、88、1987、88、1990、91、1991、92、1992、93、1993、94、1994、95、1995、96、 1996,97,1998,99,2001,02を記録し、通算33勝を挙げた。1997年からインスブルックで、スポーツエージェントの仕事を始め、アルミン・ツェゲラー、マリオ・シュテヒャー、オいのシュリー・レン・ツァワーらのマネジメントを行っている。また2007年から、チロルシュリュージュ連盟のディレクターを務めている。 ありがとうございます。